お前しめじの神様みたいだよな。なんだそのしめじの神様って。え、でも別に誰に迷惑かけてるわけでもないじゃん俺。よくない？俺誰にも迷惑かけてなくない？別に俺が仕事をしなくて、だから別に良くないか。結局大体の悩みは金で解決する。そう、まあそうだな。大体の、そうだな。ちゃんと書き方は、その通りだと思う。だから何回も逮捕される。仕事をしないから逮捕されるの。それはまあ今回も含めて、全然直接的関係はないと思うけど。仕事してないのは勝手だから国に頼るな。だからまあ頼ってないよ。今ね、人に金こじるなら働きなさい。別にこじってないよ。くださいくださいなんて俺は言ってないですよ。わっち A 版になったの？予算まだ確定じゃないでしょ。 A 版にしてくれっていうのは見たけど、まあね、あの悪いことしないように、まあ絶対しないんでね、大丈夫です。アカウント残ってる？それ俺じゃないんだよ。1年ぐらいすると、アカウント削除してから1年ぐらいすると、同じ ID が使えるんだよ、Twitter って。で、その人が、勝手に、使ってるだけだって、僕じゃないです。僕のアンチの方っていうか、まあ、冷やかしの方かわかんないけど、匿名さんいらっしゃい。そうそう。俺じゃない、全然。だから、Twitter の作成日が俺が捕まってる間だからね。中に入ってる間なんで僕関係ない。画面くらいいい録画が撮れない。しょうがないんだよな、明るい場所ないんだもんな。俺がだってあそこに、俺がさあそこの上でさ配信したらおかしいだろ完全に。あのさ、平らのさ、ところあるんだけど、あそこの上のところで俺が配信し、あそこ光が強いから、あそこで俺が配信はおかしいだろ、完全に。遊具は。ブランコとかだったらわかるけど。いや、深夜にさ、あんな場所に座ってたら。だからベンチだよ、せいぜい。せいぜい頑張ってベンチよ。暗黒終わった。予算番、だから予算番っつうのは番だよ。だから A 番かはわからない。タバコのポイ捨てはしてないよ。あのさ、するなってさ、見てから言ってよ。ちゃんと灰皿に入れてんだから。ああ、知ってる。あのさ、そうだ、前にね、ニコニコ動画の方、ニコニコ生放送の方で、ペイペイで支払いができる、自動販売機あるでしょ。あれね、ニコニコの方でこうやって映像を映して、ペイペイをこうやってやると、リスナーさんがペイペイ払いしてくれるっていうの。これね、ツイキャスでやっちゃいけないのよ。ツイキャスで。要は金の小食行為をやってはいけないから、映像を映してリスナーさんに払ってもらうっていう行為自体がダメなので、あとは誤解が生む可能性がある。ペイペイをこうやって映して、無料で、その自販機で物を買えてる。そういう誤解も生みかねないから、ここではできないんだよな。このツイキャスでは。他の例えば、ふわっちだったりとか、ね、ニコニコだったら別なのかもしれないけど、ここはダメなんですよ。はい。それができないので、なんでね、ご理解ください。デカモモの多重人格芸からいらっしゃい。俺さ、そうだ。俺さ、今日のデカモモちゃんのね、デカモモちゃんの振る舞いを見ていて、まああれわざとさ、自分で作ってやってるんだけど、お酒の勢いもあって、ね、わざとあれを、やってるんだけど、そのね、なんて言えばいいのかな。ちょっと、デカモモちゃんに興味が出てきた、俺。興味が。なんだろう。ああいう風にさ、なんか変化するけど、ね、カッと変化するんだけど、変化、
ちょっと興味が出てきた、佐田さんに。どんな子なのか。手に負えなくなる。別にね、ガチガチの地雷、まあそう思う。地雷だなと思う。じゃあ恋愛的じゃないよ。言っとくけど、恋愛的な、興味ではなく、人として、興味が出てきた。恋愛的はないね。顔がタイプじゃないのと、まあそういうのもそうだけど、見放さない、そうです。そうそう。ユイガは精神的に、それはまあ一回だけだよ。その人だけでしょ。引っ張られた。ただ、何あの人を好きになることはないよ、その、デカモモちゃんを。そういうのじゃないんだよな。じゃなく、人として興味があるだけ。今。いや、魅了はされないな。なんか違うんだよな。なんか違うんだよ。そういうのじゃないんだよ。あんな発狂して相手できる俺もできるできる。普通に。22なら10歳上。ああ、まあそれぐらいだろうな、せいぜいな。それか一回り。まあ、15歳まではいけんじゃないか。37、まあでも35以下か。そんぐらいか。違う、ロックオンとかじゃないんだよね。なんだろうな、人として興味がある。別に恋愛的な、相手が女性だからという目線じゃないんだよな。むくってきました。してないよ。R と同じやばさを感じる。なんかもうその芝居を作って、そのデカモモちゃんのはもうちょっと賢いような気がする。芝居打つもんね。だからキレゲーみたいなのやったりとか、でかい声出したりとかして、ね、悲しんだりとかして、そんでまたこの喜怒哀楽の、もう作ってるのがわかるもんね。その後で冷静に放送会で見えないところで、ツイッターつぶやいたりとか、まあああいうの見てると、すごく演技なのがわかる。ただまあ興味がある。本当のデカモモちゃんはどんな子なのか。っていうところ。配信外のデカモモちゃんじゃなく、配信内のデカモモちゃんじゃなく、本当はどんな子なのかなって。なんか、お姉ちゃんとかとね、出かけたりとか、お笑いのライブ見に行ったりとかしてるのは、ほんと普通だもんな。どうするとかじゃないんだよね。ただ興味があるだけ。どうもしないよ。興味があるだけ。人として。やりたいとこもない。付き合った女性しかやらないから。いらっしゃい。素のデカモモちゃんがどんな子なのかっていうのは、抱いてみろ、まあないな。そういうのはまあ興味ない。ので、まあそんな感じ。ちょっと今日はね、場所移動して、ちょっと配信しようか。ちょっと場所移動します。いつも公園なんでね。お前なんか相手にされねえよ。まあ、でも、ツイッターで俺リップとか一応もらってるからね、普通に。だから全く相手にされてないわけじゃないんじゃない？みんなにリップ返してるわけでもないじゃん。まあ、俺配信者だからな、一応。腐っても。じゃあちょっと聞こう。今ね、お前、予想より全然支援ないみたいだねって書いてあるけど、ね？書いてあるけど、俺支援1日どれぐらい平均もらってると思う？そうそう。予想したよりっていうことは、一人一人みんなが予想してる金額っていうのがあるんだろうけど、あやないらっしゃい。